さあ、それではですね、開会の最後に、日本養老連盟の理事長2位よりお挨拶の方がございます。皆さん、本日はお疲れ様でした。今年のジャパンリーグも本地区が最後になりまして、この後6月に、渋谷の方で全国大会、ジャパンナショナルが行われます。ぜひ北海道からも皆さん参加していただけると大変嬉しく思います。ホームページの方でも発表あった通り、インターナショナルオープン、国際オープン部門の方も始まりますので、海外のゲストも来ていただけるといいなと思っております。ジャパンナショナルに向けて我々スタッフ一同も準備していきますので、ぜひ皆さんの参加お待ちしています。本日は素晴らしいフリースタイルをされた選手の皆さん、スタッフの皆さん、そして本日見ていただいた方の皆様、お疲れ様でした。また渋谷で全国大会で来年、もしくはこちらの北海道でお会いできたらと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、先ほどね、新理事の方からもあったように、次はいよいよ、全国大会6月の17、18日、渋谷の桜ホールで、開催となります。多くの、ね、選手の皆さんが、北海道からも、そして全国各地からも、集まる、いい大会を目指して、これからも、日本の連盟頑張ってまいりますので、ぜひ皆さん、お付き合いの方よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。以上で、失礼いたしました。その前にね、大切なスポンサー様をもう一度ね、最後に紹介させていただきたいと思います。最後に、大きな拍手で皆さん、感謝の方をね、ちょっとこう、大きめでお願いしますね。はい、行きます。それではまずゴールドスポンサー様、行きます。養老ストアリワイド様、養老ファクトリー様、 C3 養老デザイン様、ディズニー王様、CLYW 様、マイ・オブ・ジャパン・バイ・ゴールド・オブ・ジャパンプロジェクト様、シルバースポンサー・ジャパン・テクノロジー様、ヨーヨー・オフィサー様、アウディ様、アイ・ヨーヨー様、戦国・ヨーヨー様、岡崎・薬局様、44・フェスタ様、ヨーヨー・スペース・アズ様、そして、今回上の、千歳アウトレットモールの皆様、大きな拍手をよろしくお願いいたします。そして、本日物販、そして、いろいろな設営から、いろんなことを、手伝っていただきました、博品館様、大きな拍手をよろしくお願いいたします。フロントスポンサー、団体